A ランクの登場だったが、シーズンは9勝負けなし。セレクションで登場。9位、バカ強いです。2シーズンにわたって14連勝を記録したが、3ヶ月離脱し C ランクの登場。球種にスラーブが追加され、先発ローテーションの一角として活躍。変化球のキレが強化され、フォークも追加。来日初の2桁勝利。9位は B に下がったが、特殊能力に大ピンチ。9位スタミナ同値になったが、61個のフォアボールはリーグワースト。前半戦は故障に悩まされ、A ランクでの登場。制球は C に下がったが、ポストシーズンでは活躍。再びオール B に戻ったが、7月に背中の張りで登録抹消。結果を残せず、自由契約となってしまった。日本球界ではもう見れないかな。